フストラーカ洞窟のオルメカ様式の壁画ゲレーロ州は、メキシコの太平洋岸にある州。州とはチルパンシンゴ。2010年国勢調査で州の人口は338万6706人で、約79万人がアカプルコデフアレス自治体に住んでいる。州の名称は、メキシコ独立戦争の英雄、ビセンテラ・モンゲレロ・サルダーニャにちなんでいる。彼は、 ティシュトラ生まれのメスティーソの子孫であって、出身地のティシュトラは、彼に敬意を表して、ティシュトラと改名されたほどである。五個天気にタラスカ王国の繁栄した、ミチョアカン州の南東、千個天気からモンテアルバンを中心とする、サポテカ文明の繁栄したオアハカ州の西隣に位置する。地勢は、海岸におおむね平行に南シエラマドレ山脈が、州を縦断していて、 山地が面積の大部分を占める。古紀段階では中米最古の前3200年頃の土器が出土したプエルトマルケスの集落があった。千古天気にはオルメカの支配領域で山地の急旬な崖面のオシトティトランフォラーナとその南方数十キロのフストラーカ洞窟にはオルメカ様式の壁画が描かれ、 テオパンテクアニトランなどの大遺跡が残されている。1995年6月28日、アグアスブランカスで産地農民組織の農民が待ち伏せていた州警察に襲撃され、17人が殺害される事件が発生。1996年3月、州知事ルベン・フィゲロアは隕石辞任した。2014年9月26日、デモをしていた 学生43人が警察に連れ去られて行方不明になる事件があり、検察当局は地元政府と警察、犯罪組織が癒着して学生らを殺害したとみて元市長らを逮捕。12月、ゴミ捨て場で見つかった遺体が学生一人のものと特定された。海岸にはリゾート地として世界的に知られる赤プルコがある。 タスコの銀在庫やコーヒーの産地としても知られる。産地ではアムス語族などの少数民族が住んでいる。2010年代には殺人事件の発生数が増加した。2014年には1514件、2017年には2316件となっている。ありがとうございます。